走り出そう日本。皆さんこんにちは、ドライバーの笹原右京です。今シーズンからスーパー GT500 クラスに、16号車のチームレッドブルームメンより、参戦させていただきます。よろしくお願いします。この度、コロナウイルスに感染し、お亡くなりになられた方々、本当にご冥福を、お祈りいたします。今回、コロナウイルスという非常に稀な状況の中で、スーパー GT チャリティーオークションが開催されるというのをお聞きして、僕たち、ドライバーたちが何かこう、ね、少しでも世の中にこう貢献できるような、何か協力できるようなことがないかと思いまして、チュッピーフズを、僕から協力させていただきたいと思いまして、今回僕が出品させていただくものは、レーシンググローブですね。昨シーズン、ポルシェカレラカップジャパン、FIA F3 アジア選手権、FIA モータースポーツゲームズというレースがありまして、その3冠を全て獲得した時に、使用させていただいてたレーシンググローブをまず一つ、そしてレーシングシューズに関しても、そのグローブとセットで常にあのレースの時使用していた、あのレーシンググローブとシューズに関してはもうあの、まあ、3冠を獲得したセットと思っていただければと思います。でそれと、昨シーズン、ポルシェカレラカップジャパンでチャンピオン獲得した時の、そのまんまの、ミニカーを一つと、もともと昔に作ってあったあのササール京タオルっていうのがありまして、今回あの、まあ、非常に枚数も少ない、ある意味レアなのかなとは思ってるんですけど、それを、今回出品させていただきます。チームレッドブルムゲンからは、僕と武藤選手がサインを書かせていただいた、T シャツ、ポロシャツ、そしてキャップの3点を、出品させていただきます。まあ、今シーズンあの無観客レースがあのしばらくは続いてしまうんですが、あのいざあの皆さんが入れる時になったら、ぜひあの今回落札していただけたら嬉しいなと思ってる、出品物を、ぜひ、まあ、サーキットに持ってきていただいたり、あるいは来てきていただいたりしてくれたら、僕たちも非常に嬉しいですし、あの、はい、ぜひそれを僕らも待ち望んでいます。今シーズンから、スーパー GT にデビューさせていただくということで、まあ、初戦からまずはフルアタック、チームレッドブルムゲンとともに、そして、まあ、横浜タイヤさんとしっかり、まあ、いいタイヤ開発を目指して、まあ、しばらくこう無観客が続いてしまうんですが、いろんなライブストリーミングであったりライブタイミング上から、皆さんの応援ぜひぜひ待ってますので、応援のほどよろしくお願いいたします。走り出そう日本。